前回よりも一層パワーアップして帰ってきたといった感じ で、ね、また夢が大きくなって国民栄誉賞をバンドで受賞したいっていうね、はい、もし受賞すると日本国としては初のバンドでの受賞となりますね。そうですね、はい、受賞できるんでしょうかね。どうでしょうか。目標夢、バンドの夢ですかね。どうもありがとうございました。ね、またこんな洋服どこで売ってんのかしらというような、ね、感じで、はい、素敵な、ありがとうございます、ありがとうございます。前回出た時、はいはい、どんな感じで言われたんですか。前回出た時はですね、はい、一応ですね、あのお茶の間でですね、はい、あの聞けるようなバンドを目指しているということで、はいはい、皆様からあの温かいね、あのお言葉をいただきまして、それは皆様っていうのは、いや審査員の方、審査員がお茶の間に愛されるようなバンド、はい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 、まあなかなかいいんじゃないのっていう、こうなんかぬるま湯的なものをいただきまして、でまあこっちもじゃあこれはまあ通ったんだろうななんて、そうそうそう、ちょっと安心していたら、そしたら結果見てダメよと万歳なしよの状態なしよで、はい、ちょっとじゃあ今日しかもちょっと今挑戦的に生ぬるいって言っちゃいましたからね、そう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 、今日先生がどんなことを言うのか期待して聞いてみたいと思います。矢部先生お願いします。うん、生ぬるい僕じゃないよな。違いますよ、もちろん違いますよいやあのね、ちょっと荒っぽいけどね、あのバイタリティあっていいですよ。それでまあなんかこう8ビートとか16ビートのロックっぽいけど、あの中身はすごい歌謡曲ね。であのメロディーラインがねずっと歌謡曲なんですよ。であのリフのところがとってもね、あの覚えやすいというか歌いやすいというか乗りやすい。でああいう作り方っていうのはすごくね歌謡曲っぽくて
お茶の間で愛されるそういうグループじゃないかな。ただ押しっぱなしなのね、歌にしても何にしても、ところどころこう弾いてね、お茶の間の人をちょっとこっちへこう引っ込んでくるっていいんだけど、みんなこう押しっぱなしだから、その辺のその駆け引きをちょっと考えて、はい、ありがとうございます。歌謡曲っていうのはかなり意図的に、はい、そうですね、モットーがそういう、そうですね、とりあえずですね、10年100年、はい、歌い継がれるような曲をやりたいんですよ、はいはい、いわゆる日本だと夏メロって言われちゃいますけど、はいはい、外国だとスタンダードナンバーって言われてるじゃないですか、はいはいはい、この違いってなんかすごくあると思うんですよ、はい、僕らはどちらかというとスタンダードナンバーを目指してるんで、はい、今の発音急にナンバーだけ急にいい発音になったんで、ありがとうございます、すいません。じゃあちょっとまたもう一人聞いてみましょうか。え、誰だろう、はい、それでは水木先生お願いします、はい、ね、すごくパワフルだしノリもいいし、それでメロディーも自分たちで言う通りキャッチーでいいと思うんですよね。でただこういう作品の場合ヘビーにシャウトするメッセージが込められている歌かどうかっていうと、もっと軽いノリで伝えるメッセージの内容なんですよ。だからボーカルの人の課題だと思うんですけど、こういうメッセージをいかにも軽く歌ってるように聞かせてバックのサウンドに負けない、そういうボーカルっていうのをちょっと探してほしいなっていう、そういう気がしましたね。はい、これ作詞作曲は、この曲は僕ですね、佐田さん、はい、佐田さんの作詞作曲で、はい、そうです。ボーカルにはいつもどういうアドバイスをしてるんですか。とりあえず詞を渡してですね、はい、まあ、自分で理解して自分なりの表現をしていただきたいと。あ、まあ、ある意味丸投げみたいな。いや、そんなことないお前の後は考えろ的な。いや、そんなことですよ。そんなことはないです。僕は温かい親の心として、はい、親のハートとして言ってるわけでありまして、やっぱりでもこう自分の作詞作曲の意図みたいなのはこう伝えて、はい、こう歌ってくれみたいな。だいたい、まあ、ボーカルのタックンさんとは結構通過の中なんで、だいたい分かっていただけるかなと、はい、そうだよね。はいなんか言わされてる感もありますけど ね微妙。後ろに誰かやこう、まね、口パクパクさせてる人がいるんじゃないかぐらいの、はい、即答でしたからね、はい、もう息はぴったりということで、ありがとうございます、はい、でもじゃあまた、ね、オリジナルもたくさんあるそうなんで、そうですね、ぜひぜひそれを披露する機会があるかどうかちょっとまた結果次第なんで、はい、はい、楽しみに待っててください。ありがとうございました。どうもありがとうございました。